のんびりしてる暇はねえな。もうくたばってんじゃねえのか。死体でも報奨金は出すってよ。奴らの野営地だ。正面突破は無理だな。騒がれる前に倒すしかねえな。これはいかん。ったく、実際迷惑な話だぜ。女ってのはよ、どう考えたって向いてねえ、戦に。お前に何がわかる。わかるわけねえだろ、男だもんな。分かってんのはよ、お前の女の都合で足止め食うわけにはいかねえってことだ。お前が女だろうがどうだろうが敵さんには関係ねえんだぜ。片付いてよ。見つけたぞ小僧、かかれ。よう、あんたも元気そうだな、おっさん。貴様はただでは殺さんぞ。我が小ボロ一つけ200年にわたり伝えられし拷問術、悶絶100年殺しでこの世の地獄をたっぷり見せてくれるわ。女はこの場で傭兵どもの餌にしてやる。ギャスか、いけそうか。これ以上貴様の世話にはならん。上等。その女をかばって受けた矢傷、まだ癒えてはいないようだな。おい、俺がチャンスを作る。そしたら一気に駆け抜けろ。でも、それじゃ。今だ、キャスカ走れ。おのれ、逃がすな。女は俺がいただくぜ。
ありえん。仲間を連れて必ず戻る。それまで死ぬな。バカが、この人数を相手に戦い切れると思うのか。お前の頭かち割る頃には用が明けちまってるな。
貴様ら何をもたもたしとるか。このアドン様が相手してくれるわ。